青豆は先駆けのリーダーを殺害するためにホテルオークラに乗り込みます。ホテルオークラは帝国ホテル東京、ホテルニューオータニとともにホテル御三家と呼ばれています。2015年に閉館し、建て替えが完了した4年後に再び開業しています。このように外観は全く様変わりしています。外観は変わりましたが、本館のメインロビーはそのまま再現されています。それでは空撮動画で見てみましょう。